了解。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。敵艦隊の配置はこうなっている。まあこの大型艦か、戦闘母艦タイプといったところだな。おそらくこの船が機関で他の艦隊を統制しているようだが、生命反応がないところを見るとやはり無人のようだ。確かにな、向こうの戦術プログラムの癖なのかもしれない。何か他に言っておくことはあるか、タクト。しましたわ。全力を持ってお相手いたします。油断ね。私は聞いたことないけど、そいつはどこの星の言葉だい？慎重さが勝利を生みます。獅子はウサギを狩るにも全力を尽くします。獅子ならぬこの身に油断などありません。つけるのはランファさんだけですのと聞ける状況ではないようですわね。ああ、なるべく私らでランファフォローするよ。了解です。なんだ今のは。なんだと？まだ命令は出していないぞ。わからないわ。何もしてないのにカンフーファイターが動き出して、その上全然操縦が効かないの。落ち着きな、ランファ。そうですわ。冷静になってもう一度操縦系統をチェックしてください。ダメ、私の操縦を全然受け付けてくれないわ。ランファ先輩。ランファさん、マイヤーズ司令、大変です。後方に新たな敵影を確認。完全に後輩を疲れました。なんだと。それにこうした造園艦隊による攻撃か。クソ、甘かった。そんなことよりランファはどうなってるんですか？このまま行くと前方の艦隊に突っ込んでしまいます。なんですって？そんな、それじゃランファさん。タクト、私らはどうすりゃいいんだい？わかった。了解。敵の増援はここか。
はい、暴走した紋章機は現在このような進路をとっています。速度は比較的ゆっくりですが、このままですと敵の機関に。増援の艦隊はまっすぐ本艦に接近しています。残りの船も紋章機が暴走した直後は進路を一時的に変更しましたが、今は元通り本艦を目標としているようです。暴走した紋章機の様子を見て脅威ではないと判断したということか。かといって放っておけば、いずれ撃ち落とされるか生け捕りにされるか。タクト、どうする？やむを得ないか。もう一度作戦内容を確認するか。了解。みんな、ランファを頼む。はい、すぐに敵を片付けますから、それまで我慢して。ランファ待っていてくれ、必ず助ける。レーダーに反応あり。6番機、目標へ移動します。何が起こったの？ダメだわ、操縦が効かない。こんなこと初めてだわ、どうしたらいいの？射程圏内に入ったよ。私に狙われるとは運がなかったね。こんなこと初めてだわ、どうしたらいいの？当たったか。今の攻撃を回避したんですよ。さあ次行くよ。侮れませんわね。敵に攻撃が成功しました。ですが、もう動きは見切りました。はい、応戦のままに。目標沈黙。紋章機が暴走するなんて。タクトさん、早く助けなくては。命中ですが、目標へ向かいます。逃がさないんだから。攻撃に成功しました。この調子で頑張ります。今の攻撃を回避したんでしょう。こっちよりもランファー見ていてあげてください。なりませんわね。攻撃命中です。敵に回避されましたが、ですがもう動きが見切りました。4番機、攻撃を始める。あいつは私の獲物だ。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。かわされたが、次は外さないよ。ハーベスター、今のは攻撃成功。やりました、タクトさん。こちらシャープシューター、目標を撃墜しました。目標を発見しました。やっつけてきますね。その程度の攻撃では私を止められませんわよ。回避に成功しましたわ。私なら大丈夫です。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。目標
攻撃を回避しました。どういうことなんだい。今度は外しませんか。とにかく一刻も早く助けなきゃ。タクトさん、命中しました。攻撃に成功しました。ハッピートリガーには特に異常はないみたいだね。一機だけか、なぜ。タクトさん、いいところに当たったみたいです。やりました。そんな攻撃でシャープシューターに当てられると思ったんですか。今のはいい当たりだったね。どうだいタクト。やりました。敵を倒しましたよ。かわされたが、次は外さないよ。敵の攻撃かわせました。すごいでしょタクトさん。一体何が起こったのですかタクトさん。早く助けなくては。あの弾幕をかわした。敵ながらやるね。了解、あんたを信じるよ。さあ行くわよ。やっつけちゃうから。ハーベスター攻撃成功。回避できました。今の攻撃を回避したんですの。侮れませんわね。はい、応戦のままに。任務了解。敵に回避されました。シャープシューター攻撃成功。紋章機が暴走。一体どうして。タクトさん、早く助けましょう。空手の敵が現れました。回避が間に合いません。指示をください。絶対に損傷発生。目の前の敵の排除を。よし来たタクト、ハッピッ。もらった。ストライクバースト。少し狙いがそれましたな。でも次は命中させて。エネルギーが低下してきたか。いや、まだ半分ある。はい、タクトさん。この敵を倒したらエネルギーの補給を頼むよ、タクト。敵を了解。あんたを信じるよ。目標を確認。移動を開始します。もうじき修理が必要そうだよ。準備しといてくれないかい。了解。好きだだけですね。警告いただきました。敵の攻撃かわせました。すごいでしょタクトさん。タクトさん、指示をお願いします。どんなご命令でもお任せください。避けられた。敵ながらやりますね。タクトさん、攻撃を回避できました。どうして紋章機が急に。こんなことは初めてです。助かったよタクト。今度は私が助ける番だ。了解ですタクトさん。目標を発見。これより攻撃に向かう。敵の攻撃かわせました。すごいでしょタクトさん。よし来たタクト。回避に成功しましたわ。次は外さないよ。私には大丈夫です。攻撃に成功しました。この調子で頑張ります。攻撃に成功したよ。いいところに当たったみたいです。敵が止まって見えるね。やりました。了解ですわタクトさん。やりました。敵を倒しましたよ。ハーベスター、攻撃成功。あの攻撃をかわすか。はいタクトさん。ちっとは楽しめそうだね。敵を発見。そちらへ向かいます。助かりました。じゃあまた行ってきます。敵に回避されましたわ。ですがもう動きはできました。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。その程度の攻撃では。またタクトさん、指示くださいませ。最善最速の手段をお願いします。敵を確認。ミルフィーユ行きます。同調レベルやるね。マックスに到達。フライヤー前期スタンバイ。逃しませんわ。お行きなさいフライヤーたち。了解。ハーベスター、敵を撃墜しましたが。命中ですわ。次も外しませんことよ。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。紋章機の敵ではございませんね。
敵に回避されました。タクトさん、攻撃が成功しました。回復しました。これで先生に戻れますわね。エネルギーが半分は切りました。でもまだ心配いりませんわ。攻撃命中です。シャープシカシャープシーカー最大出力今です。タクトさん指示を。これより命令を遂行します。了解、行動を開始します。どこ狙ってんだい。当たってないよ。敵を確認。ミルフィーユ行きます。全装備フルチャージ完了。いつでもぶちかませるよ。了解、あんたを信じるよ。そんな攻撃でシャープシューターに当てられると思ったんですか。タクトさん、攻撃が成功しました。あの攻撃をかわすか。威力充実。ちょっとは楽しめそうだね。了解しました。ハッピートリガー、避難したよ。ハーベスター、目標からの攻撃を攻撃をかわすか。レイタラード、嫉妬は楽しめそうだね。レイタラード、発射。今のは聞いたようです。やりました、タクトさん。任務了解。タクトさん、ナーフ先輩のご様子はどうなっていますか。エネルギーが減ってきましたか。気力、何度かなりそうですね。敵を発見、そちらへ向かいます。5番機、エネルギー半減。5番機、機体損傷。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。これで先生に戻れますわね。紋章機が暴走するなんて。タクトさん、早く助けましょう。エネルギー半減、まだ問題ありません。エネルギーが低下、まだ問題ありません。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。ハイパーキャノン発射。目標への攻撃に回避されましたわ。ですが、もう動きは見切りました。了解、あんたを信じるよ。今の攻撃を回避したんですの。侮れませんわね。命中ですわ、タクトさん。回避に成功しましたわ。私なら大丈夫です。トリックマスター、攻撃を回避できました。すごい攻撃。ラッキースター、攻撃を回避しました。機体強度が半減だけど、まだ戦えます。一体何が起こったんですか。どうして紋章機が急に。敵に回避されましたわ。ですが、もう動きができました。待っててね、必ず助けるから。レーダーに反応あり。ハードバンク、目標へ移動します。
感謝します、タクトさん。こちらハーベスター、攻撃を開始します。攻撃に成功しました。全訪問解放、出力最大、いくよ、ストライクバースト。了解です、タクトさん。命中ですわ、タクトさん。当たるものですか。助かりました。紋章機を甘く見ないでください。さあ行くわよ。ハーベスターはいつものままです。一機だけの異常、なぜ。よっしゃ、任せときな。攻撃を回避。敵を見つけました。行ってきます。今度は外しませんわ。命中です。この調子で頑張ります。任務了解。攻撃回避されました。目標への攻撃に成功いたしました。修理を要請します。次参りますわね。あら、意外と効いたようですわね。よかったですわ。タクトさん、攻撃が成功しました。攻撃に成功しました。この調子で頑張ります。一体何が起こったんですの。どうして紋章機が。3番機回復しました。これで先生に戻れますわね。了解ですわ、ペットさん。さっきいいところに当たったみたいです。一体何が起こったんだい。どうして紋章機が。攻撃に成功しました。攻撃かわされました。もう一回チャレンジします。助かったよ、タクト。今度は私が助ける番だ。目標を発見。これより攻撃に向かう。こだーい、いました。私撃墜しましたよ。調子が出てきました。今なら最高の攻撃ができそうです。了解。これより命令を遂行します。敵に回避されました。回避されました。次は果てます。攻撃を回避。ハーベスター攻撃成功。タクトさん命中しました。攻撃回避されました。ハーベスター今の攻撃でかなりダメージを与えられたと思います。どうして紋章機が急に。あの弾幕をかわした。敵ながらやるね。トリックマスター今ですわ、タクトさん。ご指示を。攻撃目標の中枢部に命中。うまくいきました、タクトさん。当たったか。さあ次行くよ。なぜこんなことが起こったんですの。紋章機の故障。そんな。攻撃に成功。よし、うまく当たったよ。まあ私の腕なら当然だね。今の攻撃を回避したんですの。侮れませんわね。当たったか。攻撃かわされました。さあ次行くよ。もう一回チャレンジします。よし、かわした。狙いがそれてしまいました。狙いが単純なんだよ。かわされたか。次は外さないよ。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。タクトさん命中しました。あら、意外と効いたようですもんね。よかったですわ。了解、あんたを信じるよ。目標注目。紋章機に敵ではございません。敵を確認。敵を確認。ミルフィーユ行きます。行動を開始します。攻撃を回避しました。問題ありません。ほう、あの攻撃をかわすか。ちっとは楽しめそうだね。ハッピートリガー、目標の攻撃に成功した。敵に回避されました。敵の攻撃を受けました。ですがまだ戦えます。攻撃を回避しました。敵を撃破した。問題ありません。攻撃回避されました。攻撃かわされました。もう一回チャレンジします。目標を発見。撃破しました。トリックマスター次の目標はあれば逃れられませんわ。さあ行くわよ。やっつけちゃうから。この攻撃をかわすか。ちっとは楽しめず。いい感じに温まってきたよ、タクト。前段発射の許可を。
私までパニックになってはいけませんね。冷静かつ迅速に当たります。攻撃に成功したよ。敵が止まって見えるね。あの弾幕をかわした。聞きながらやるね。タクトさん、命中しました。目標全て撃破。よし、これであとは暴走した紋章機を確保するだけだ。急いでくれ、みんな。依然として暴走中です。こちらからのコントロールも受け付けません。あ、カンフーファイターの周囲にクロノドライブ反応を確認。まさかこのままクロノドライブに。そんなことさせない。待ってて、ランファ、今私が行くから。ハッピートリガーのスピードじゃここまでが限界か。ダメ、間に合わない。ランファ先輩、まずいぞタクト。ああ、だが何を。まさか、そんな、マイヤーズ司令。タクト、わかった、それしかないのなら。了解。タクトさん、カンフーファイター機能停止確認。急いで機体を回収しろ。救護班は格納庫へ。回収が終わったら白く月へ帰還する。了解。タクト、お前の判断は間違っちゃいなかった。診察は終わらないんですか？ランファはどうなっちゃうんです？少し落ち着きな、ミルフィ。今は無事を信じて待ちましょう。こんなところで騒いでは中のランファさんに響きます。それにダクトさんにも。あ、ごめんなさい。安心なさい。目立った外傷はないし、スキャンでも特に異常は見当たらないわ。ただ意識はまだ戻っていないし、しばらくは絶対安静よ。意識が戻ったら精密検査をしてみるわ。それと念のため白き月の医療施設に移した方がいいかもしれない。もう、ランファーったらいつもいつも心配ばかりかけるんだから、後でとっちめちゃう。
大丈夫ですよ、タクトさん。ランファ先輩はエンジェル隊のエースなんですから、きっとすぐ元気になりますよ。シャキッとしなよ。恋人のあんたがそんな顔してたら、ランファが目を覚ました時に笑われちまうよ。元気を出して、マイヤーズ司令。命に別状はないんだから。ケイラ先生、何かお手伝いできることはありますか？大丈夫。今は意識が回復するのを待ちましょう。はい。ええ。そうしてあげて。じゃあ、私はちょっとコーヒーでも飲んでくるわ。何かあったらすぐ呼んでちょうだい。エンジェル隊のみんなも一緒にどう？ああ、そうですね。ちょうど喉も渇いてたし、じゃあ行こうか、みんな。そうですわね。では、ティーラウンジに参りましょう。失礼します、タクトさん。タクトさん、ランファのこと、お願いしますね。失礼します。あの、ランファさんの容態は？ですが、今回の件は僕にも落ち度が。それならば、一体何が問題だったんでしょうか。紋章機とパイロットをリンクさせているヘイローシステムに何か異常があったという可能性は？え？わかりました。失礼します。お邪魔して申し訳ありませんでした。ああ、そうだ。姉も心配していました。ランファさんと。タクトさんを。それでは失礼します。
マイヤーズ司令、そろそろ白き月に入港します。申し訳ありませんが、ブリッジまでお願いできますか。はい、すいません。はい、すぐに移送できるように準備をお願いしておきました。タクトさん、ランファは起きましたか。ブリッジに戻るんだろ、タクト。私らが代わるよ。お任せください、タクトさん。あとはこっちで引き受けるから、安心していってらっしゃい。白き月へ移すのに、人手は大いに越したことありませんでしょ。私たちも手伝います。何？礼を言われるようなことじゃないよ。確かにランファはあんたの大事な恋人だけど、私たちの大切な仲間であることも忘れないでくださいね。独り占めはいけませんよ、タクトさん。わかりました。バインさんにですか。バインかい。いや、ここに来る途中通路でチラッと見かけたんだけどね。何か笑ってたような気がしたのさ。ああ、そういえば確かに笑ってましたね。でも、なんと説明してよいものか。とても綺麗な笑顔でした。でしたが、その笑顔があまりにも綺麗すぎて、思わず震えちまった。なんだかゾッとするような美しさというか、そんな表情だったよ。どうやらつまんないことを言っちまったみたいだね。忘れておくれ。マイヤーズ司令、白き月への雪原終わりました。ハッチ開放、医療班の誘導を始めます。タクト、お前も行ってきていいぞ。もう入港は完了したから構わん。あとはこっちでやっておきますから、司令は大事な人のそばについててあげてください。元気出してください。白き月の医療施設ならきっとすぐ良くなりますよ。白き月が揺れた。一体どうしたんでしょう。こんなこと、私たちが白き月にいた時は一度もなかったですよ。あ、見てください、外！たくさん
団の人が慌てて走ってます。本当だ。何か不測の事態であることは確かなようだが、タクト、どうした？おい、お前汗びっしょりじゃないか。